はい、皆様こんばんは。実は先週まで私は東北地方の福島に行っておりました。まあ、4日連続の公演だったんですけど、間に1日だけ中日がありまして、その時一人で夏野菜カレーというのがあるということで食べに行ったんですよね。まあ、実にうまかったんですが、店を出ますと、まあ、いろんな方がチラ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 私のことをご覧になってですね、あ、YouTube で有名になったかなと東北でもちょっと名前知れたかなというふうに思って、ふと見ると紙エプロンついてまだだったんですね。言うてくれたらええのにね、もう本当に恥ずかしかったんですよ。まあ、でもね、私YouTube やっててよかったなということが一つありました。実は7月の14日私は群馬県の高崎におったんです。そこで講演をしておったんですけれども、実はですね、日本時間のこの日の朝7時に、大事件がありましたよね。トランプ大統領が銃撃されまして、そして、まあ、暗殺未遂事件があったんですが、私多分ね、世界の中でもね、真っ先に知った部類ではないかと思います。実は彼はペンシルベニアの会場で政治演説をしてたわけですが、その会場にいた人が私にメールで知らせたんです。まあ、その方は YouTube のこの視聴者でありまして、私がアメリカに行きました時にメール交換しましてね、でアメリカで何か事件があった時にはすぐにお知らせしますということで、まあ、今目の前でつい50メートル先でトランプ大統領が撃たれました、倒れましたみたいなことを書いてあるんですが、まあ、それ見たの4時間後だったのでですね、ちょっと困ったなという感じだったんですが、でもまあそれ帰ってですね、すぐにホテルに戻って情報をチェックしましてね、あ、これで今回の大統領選挙勝負あったなというふうに思ったんです。つまりよりよれバイデンではなくて、打たれながらも立ち上がって拳を突き上げてファイトって2回言いましたね。いや、実にタフなリーダーではないかということでね。で、まあその流れの中でですね、今日実はね、ちょっとね、ヨーロッパレポートって書いてあるんですけどね、しません。詐欺かよと。いやいや、ちょびっとするかもわからないんですけど、じゃそれもええけどね、じゃそれどころの話じゃない。ちょっとね、このアメリカの大統領選挙のこの行方について、今見ておくことの方が大事なことではないかと思いまして、まあ、今日はそのように返させていただきたいと思います。で、これで勝負あった、トランプに軍配が上がったと思いきや、バイデンが立候補を取りやめますというふうに言ったわけですよね。そして代わりに出てきたのがカマラ・ハリスという今の副大統領なんですけれども、実はこのアメリカの大統領選挙過去3回のものを見ていきますとですね、大体ね、鉄板の州というのがありまして、どんな候補者でやったとしても民主党が必ず取る州と、どんな人物が代表者でも共和党が必ず勝つという州と分かれてるんです。全米50の州があるんですけれども、大体住み分けがありまして、海岸沿いは民主党、内陸の方は共和党ですよ。ところがその50の州のうちの8つの州は選挙のたびに民主党が勝ったり共和党が勝ったり触れるんですよね。この触れる州のことをスイングステートって言いまして、まあ、そのスイングステートの一つがペンシルベニアですよ。だからトランプは何が何でもここ落とせないということで、ペンシルベニアでその講演をやってる時に銃撃されたということなんですが、まあね、これ私たち選挙権ないんですよね、アメリカの大統領選挙についてはね。だけどもしこの大統領が他の国の大統領選挙だったら、まあ関係ない。だけどアメリカの大統領っていうのは日本の将来にも安全保障にも直結します。そこでですね、この行方を考えたいと思うんです。ところで大統領が変わりますと、アメリカは別の国になるんですよね。ただ大統領が変わるだけじゃなくて、まず行政、何が変わるかと言いますと、長官が変わるだけではなくて、まあ省庁の長官の下に次官というのがいます。次官の下に次官補というのがいます。次官補の下に次官補代理というのがいてるんです。
霞が関の役所で言うならば、この時間ほだえりというのは課長です。この時間ほだえりから上全部変わります。日本の場合、まあ今度岸田さんがね、首相を続投されるのか、僕多分しないと思いますけどね、岸田さんが続投するにしても続投しないにしても霞が関の高級官僚たちのメンバーは変わりません。だけどアメリカでは大統領が変わりますと、行政の役所のあるいは省庁のそういう人たちが最大6000人変わるんですよ。つまりアメリカの頭脳が別人のように入れ替わっていくということですよね。革命ですよこれ。それから議会も変わりますよね、これ同日選挙ですからね、立法府の議会ですよね。まあ上院と下院というのがあるんですけど、まあ下院の方は今共和党が取ってるんですよね。これ選挙があります。で上院の方は3分の1が、この選挙で変わるんですけど、この3分の1ほとんどね民主党員なんです。民主党員がどうなるかということなんですが、今は民主党が51、共和党が49で2議席の差があります。全米50の州があって、1つの州から2名ずつ上院議員が出てくるんですが、これ1人でも押すとしたら50対50になるんですよね。で、50対50だったら意見割れた時に決まりませんよね。誰が決めるかと言いますと、その時には副大統領が上院議長になります。で、1票入れますからどちらかに傾くということなんですが、もしトランプ大統領が返り咲いたら、副大統領も当然共和党の大統領になりますので、これは上院も共和党が取るということになるわけですよね。さらに司法です。まあ連邦裁判所の中には最高裁、高等裁判所、地裁というのがあるんですけど、これ3つとも裁判官の任命権というのは大統領が持っています。この大統領はですね、この自分の意見を反映するような人物を例えば最高裁の裁判所の裁判官に任命することができるわけですよね。で裁判所の裁判官っていうのはこれは終身です。だから本人もう体力的に無理です、引退というか亡くなるまではやる気があるなら死ぬまで続けることができる。でもやめますと言ったら空席が空きますが、その時に誰を裁判官にするのか、それを決めるのは大統領ですよ。で最高裁というのはこれは違憲か合憲かを決めるということですから、これアメリカのね方向性を決める上にもおいても非常に重要になってくるんですが、もしトランプ大統領になればですね、これね、まあ誰が大統領でもそうですけど、三権分立と言いますが、アメリカの民主主義っていうのはね、もう強力に大統領に大きな権限を与えていると言ってもいいでしょう。だからバイデンの代わりにまあカマラ・ハリス、このカマラ・ハリスがなるのか、あるいはトランプ大統領が返り咲くのかによってね、もう世界が全然変わります。そこで今日はですね、この前半部分でね、このなぜこのカマラ・ハリスが選ばれたのかということ、まあ3つお話したいと思います。まず第1番目に、なぜカマラ・ハリスになったのか。第2番目に、カマラ・ハリスとは一体何者なのか。そして3番目に、トランプ大統領の岩盤支持層である、いわゆる福音派と言われている人たちは非常に危機感を持って今回の選挙に臨んでるんですが、何が彼らを危機感に、を持たせているのかという、この3つのポイントで、まあ、前半をまず終えたいと思うんですよね。で1つ目です。なぜカマラ・ハリスになったのかということですよね。まあ、実はですね、このバイデン大統領という人はね、オバマ大統領の副大統領でしたよね。まあ、2008年に、アメリカ史上初の黒人大統領が誕生します。イエスウィキャンって言って、あの時オバマ大統領は就任式の時にリンカーンが愛用していたバイブルをリンカーン記念堂から取り寄せて、そこに左手に手を乗せて、私は忠実に使命を果たしますということを誓ったんだと思いますけれども、このオバマ大統領2期連続8年やったんです。2008年といったら、リーマンショックの時ですよ。
一番経済どん底の時にですね、まあ、オバマ大統領になったんですが、2期8年連続で、大統領をやったわけです。でその時副大統領だったのが、バイデンだったわけですが、なぜバイデンを選んだのか。オバマという人は実は中央政界においてあんまり経験がなかったですよね。そこで軽いっていうんじゃなくて、ちゃんと貢献役として重みのある人物ということで、自分よりも19歳年上のバイデン氏を副大統領に据えたんですが、8年に大統領になって2016年まで務めるんですが、2016年次の大統領でオバマさんは副大統領を推薦しなかったんです。ヒラリー・クリントンを推薦したんです。ヒラリー・クリントンというのはオバマ政権における国務長官です。日本で言ったら外務大臣ですよ。だけど自分の片腕として8年間仕えてきてくれた人物を推薦しないでね、他の部下のまあヒラリー・クリントンを推薦ということにしたんですけれど、なぜそうしたんだろう。実はですね、アメリカの大統領というのは引退しますとね、回顧録を書きます。でオバマ大統領も回顧録を書きました。約束の国という本です。もう分厚いんです。私も全部読んでないんですけれども、まあ読みました。これでよく大統領あったなというようなところがたくさん出てきますね。でその約束の国の中でね、バイデンのことをちょっと書いてある。なんて書いてあるかといったらね、褒めてるの一箇所だけです。温かみのある人物って書いてある。だけど彼は10分で話してくれと言うと20分話す、15分で話してくれと言ったら30分話す。物事を要約する能力に欠けているみたいなこと書いてある。そして彼の頭の中には言っていいことと言ってはいけないことを振り分けるフィルターが入ってない。だからあっちこっちで失言を連続するのはフィルターのない頭の持ち主だからだみたいなことがいっぱいと書いてあってね、じゃあ私ね、8年間自分の側近として支え続けてくれた人物のことをね、ようこんなん書くなというような内容で、これバイデン呼んでるんです。つまりね、自分のボスだったオバマは自分のことをどう評価してるのか、低い評価しかしてないんだということをね、回顧録読んで知ってるわけですよね。すっかり心くじけましたね。そして同時に2016年の時に彼は長男亡くしてますよ。まあその前にね、奥さんと娘さん亡くしてますよね。バイデンさんが初めて上院議員に当選してその直後に交通事故で奥さんと娘が亡くなってるの。で今回は大統領選挙出ようかといった時にまた長男が亡くなった。そして何よりもボスのオバマ大統領は自分のことをあんまり高い評価じゃなかったという、これ2つが重なってね、ヒラリーやる気満々を目の前にして私が出ますというふうに予備選で名乗り上げますということをしなかったんですが、後に彼は手記を書いてます。その手記の中でなぜあの時に勇気を起こして立たなかったのか、なぜあの時に立候補しなかったのか、私はそのことを毎日毎日考えて後悔してるって書いてあるんですよね。やったらよかったという。でまあトランプの後でもう満を持してね、彼は大統領にこの立候補したわけですけれども、まあ、その時にすでに77歳です。なので当初の予定では1期自分がやって2期目は若いこのカマラ・ハリスにやろうということで、自分のボスは副大統領を大統領候補にしなかったが、私は違う、そんな冷たい人間じゃない、温かみのある人物。このねオバマ大統領とバイデン大統領の間に確執があってね、だからその意味ではね、
大きな葛藤があります。そして自分の違いということでカマラ・ハリスをまあ推薦したということがあるんですが、2番目のポイントでこのカマラ・ハリスとは一体誰かということなんですけども、この人ですね、実はあの副大統領を4年間やる中でね、バイデン政権の最大の弱点というか問題となってたのが、実はね、不法移民の問題です。まあ、このトランプ大統領の時には移民が止まったんですよね。なぜかと言いますとね、メキシコとアメリカの国境のところに壁作ったんです。壁は完成する前に、まあ、彼はホワイトハウスを去るんですが、バイデン大統領はそんな壁を作るなんて非人道的だということで、まあ、壁の建設を中止しました。そしてですね、このトランプ大統領は不法移民の人たちが難民要請するときにですね、アメリカに入ってその中で待機させるんじゃなくて、その審査を完了するまではメキシコにとどまりなさいということで、この壁の前でね、もうテント村みたいなものが出来上がって、まあ不衛生ですよ。そして彼らを入れないで、そして本当の意味で難民申請でその資格があるかどうかということをチェックしてたんですが、そんな非人道的なことをよくできるなと。アメリカって移民でできた国だぞと。トランプだって戦争移民だろうと。自分はアメリカ人の市民権持ってこれから移民になろうとする人たちに対して冷たいのかというね。いや、トランプさんは移民を否定してんじゃなくて不法移民を否定してるんですよ。このちゃんと申請して順番待ってる人はね、不法移民がどん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 入ってきたら順番待つことがバカらしくなりますから、みんなが不法移民になっちゃいますよね。だからそれはしないということだったんですけど、いや、そんなかわいそうなことはできないということで、まあ、バイデンさんの時代になって全部入れたんです。入れて、そして申請の結果を言うので、その時にはちゃんと役所のところに出頭してくださいというふうに言うんですけど、出頭するはずないじゃないですか。もう入ったがみんな消えるんですよ。それでバイデン時代の4年間だけでね、約800万人不法移民が入って、でそういうことがもうどん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 出てきてですね、それでこのカマラ・ハリス副大統領、彼女にですね、この難民問題担当でこの問題について取り組んでくれということで、まあ匿名を与えるわけですよね。ところがカマラさんはこの難民といいますか、この不法移民が入ってくるメキシコ国境に行こうともしない。マスコミがなぜ行かないんだと突き上げられても、なかなか行かないで、なかなか笑ってるだけなんです。これそれであんまりつつかれたもんですから、彼女はこの国境のところまで行くんですが、彼女はですね、このすごい解決法を発表するんですよね。なんでこんなに中南米からアメリカに殺到するかと。それはね、ガテマラで干ばつがあったからだったんですよ。で、干ばつがあったので農民たちが畑を投げ出して、なんぼ働いても作物取れないからということでアメリカに逃げてきたんだと。で、なんで干ばつになったかといったら、二酸化炭素があるんやというふうにこう言い出しましてですね、で地球が温暖化してもちゃんと育つような作物に植え替えるようにすれば難民は止まると言い出してですね、でアメリカが暑さに強い作物を提供しようじゃないかということを提案して、これが難民対策です。でその時にですね、これあかんわと、この人はそういう行政能力ないと、無能だということになりまして、彼女はですね、この4年間で、歴代副大統領支持率最低というのを記録し続けた人物、こんなに何もできないやつおらんなということで、まあ、散々に叩かれたというのがこのカマラ・ハリスという、人物なんですよね。で、ではこのカマラ・ハリスが出てくるということなんですけど、まあね、これね、実はですね、先ほど申し上げましたように、スイングステートというところが8つあるんですけど、
その8つのうちの6つはカマラ・ハリスがトランプ大統領をリードしてるんです。なのでね、これカマラ大統領誕生の可能性もね、十分ありますよ。ただそのリードしてるといっても 2% なんです。で、統計では 3.1% 以内は誤差です。だからこの 2% というのはいつでも逆転できる、あるいはあんまり意味がない数字であるということもできるんですが、もしカマラ・ハリスになったら一体どんなことになるのかということで、いわゆるね、このトランプの支持層の中で危機感を持ってるんです。で、危機感を持ってる一つの理由というのはね、マスコミがこのカマラ副大統領を待望ということで、まあ、今まで散々なこの実績だったにもかかわらず、待ち望んでいた人物ついに登場みたいなことでね、膨らましにかかっていますね。やっぱりね、このマスコミの力っていうのはこれすごいですよ。彼女がほぼ民主党代表ということになった時にね、たった1日で8100万ドルの献金が集まったと言われています。日本円にして127億円の献金がドーンと集まったって言うんですけど、よくよく調べてみたら、これはバイデン・カマラコンビの時に集めてたお金がカマラの口座に入っただけで、彼女になったので集まったお金じゃないんですが、でもマスコミはそう報道します。そしたら、あ、カマラ上げしようやんかということで、何かこう非常に期待を集めてる人物であるかのように、まあ見えてくるわけですよね。そして何よりもこのトランプ陣営はね、このカマラさんの背景を知って、この人物大統領になったらアメリカが解体するという心配があります。彼女はこの大統領候補になる前でですね、この実はね、2016年の時にも初め大統領候補になろうとしたんです。だけど極左の意見を聞くと、民主党の真ん中の方が離れていくので、真ん中の方の意見を聞くんですよね。で、真ん中の方の意見を聞くと極左の人が怒り出すので、また極左によるという。で、それをずっと繰り返しているうちに、予備選で 3% 以下の支持率になりました。それでもうこれあかんわいうことで、まあ諦めたということであったんですが、この人物は中央政界に来るまでカリフォルニア州の司法長官なさってたんですよね。で、このカリフォルニア州でね、今ね、どんなことが起こってるのかということなんですけど、私ね、フランスでもね、この不法移民の問題を話したらね、講演終わるや否や聞いてた人がターッと来てね、高原さん、これね、フランス人が聞いたら袋叩きされますよって言われたんですよ。いや、日本語の講演やったから大丈夫だったけど、この不法移民の問題についてあんまり言ったらルペンみたいに思われますっていうふうに言われてね、ほとんど極右ですとかに言われてね、いや、全然僕極右と思わないんですけど、真ん中の人も極端な左から見たら極端な右に見えるだけのことでやってね、もう僕はそう思いませんがなんてことを言っておったんですが、このカリフォルニア州でですね、特にね、LGBT の問題なんですよ。この LGBT っていうのはね、この L っていうのはレズです。 G っていうのはゲイです、男性の同性愛で、 B っていうのがバイセクシャルで両性愛で、 T っていうのがトランスジェンダーですよね。つまり自分は男で生まれてきてるけれども心は女で、体が自分のアイデンティティと合致してないということで悩むという、これトランスジェンダーというふうに言うんですが、まずね、ちょっとね、この話する前にね、一言だけ、私ね、個人的にね、そのトランスジェンダーで悩んでらっしゃる方々と何人かと連絡取り合ってます。で、その方々の生い立ちを知りますとね、もう悲惨というか壮絶というか、基本的に男性なんだけれども女性だと思っている方っていうのはね、この男性の時にろくなことがなかった
辛すぎた。辛すぎる少年時代があって、そこから逃れるために、まあ、性の垣根を越えるという方が多かったように思います。で、女性で生まれてきたんだけど男性というふうにおっしゃってる方は、自分が女性であるがゆえに、つまり男みたいに強かったら守ることができたものがあったのに守ることができなかった、それは女だからだということで、男性になることによって自分の人生の中で未解決のことを乗り越えることができるというふうに考えているという。で、その個人的にお話を伺って、その葛藤を伺いますとね、もうね、涙なしには聞けません。ですから私はそういう方々のことをね、今批判してるんじゃないんです。私が批判してるのはね、そういう個人の葛藤を道具として使って、この政治的に国家を解体しようとする運動について批判してます。それからもう一つだけね、ちょっとこの際ね、言わせてほしいことがありましてですね、私ヨーロッパで講演してるときにね、高野さんって見かけによらずに LGBT 賛成なんですよねって、じゃあ見かけによらずにってどういう意味かと思うんですけど、いやそんなことないよと。いやでも金子道人という人、維新の会の参議院議員が、LGBT 理解増進法で賛成しましたよね、あの人のことをあなた弁護しましたよねって言ってね、こう非難を受けたことがありますので、ちょっとねそれ言わせてほしいんです。実はね、自民党与党案がねありまして、でその与党案をこの維新が3つの点で骨抜きにしたんです。一つは何かと言いますとね、差別の乱用を禁じるということです。つまり LGBT に反対と言ったら、あ、差別というふうに言っちゃいけない。 LGBT を自分の権利として認めるというんだったら、それは認めたくないという人の意見の述べることも認めなさいということで、差別の乱用はいけないというふうに書いた。そして2番目に、もし学校現場でそういうことを活動家の人たちが講演したいという場合、 PTA がうちの学校ではそんなんしていませんという場合、できないというのを入れた。そして3番目に、与党案では民間の活動家の人たちが学校に行って LGBT の啓蒙教育をやろうとしたときに予算をつけるって書いてあったんです。それ外したんです。で、何もしなかったらこれ進んでしまうので、骨抜きにして、どうせ通るからね、骨抜きにしたものを通すといったことであって、これね、彼だってこの LGBT 賛成してるんじゃないですよ。だけどこれは賛成してるんだということで非難されてるので、あまりにも一方的だということで、私ちょっと弁護したらですね、いつの間にか私も賛成したというふうに、いや違うし、それだけちょっと言わせていただき、ありがとうございました。でね、例えばね、皆さんの娘さんがね、ある時、お母さん、私実は男だったのというふうに、自分はトランスジェンダーだということをカミングアウトしたとしますよ、ね、と驚いてると、学校からスクールカウンセラーと医者がやってきました。そして、あなたの息子さんは、いや娘やし、いやあなたの息子さんはジェンダーの問題で随分悩んでいますと、ね、このままだったら自殺してしまうかもしれません、あなたは死んだ娘と生きてる息子とどっちがいいですか、彼を救うためには手術しかありませんということで、そういうふうにこう話進めていったら、こうどうなりますかね。こういうことが日常で起こっているのがカリフォルニア州なんです。で、このことを強力に進めていくにあたって、その法的な準備をしたのがカマラ・ハリスという人です。彼女は自分の自伝の中で、私がしてきた政治的な遺産の中で最も偉大なものは同性婚を法的に保障したことであるというふうに言ってます。でね、この一番過激にこの LGBT の問題を進めているのがカリフォルニア州なので、それに対して抵抗する親の会の活動が一番激しいのもカリフォルニア州で、アワーデューティーという団体があるんです。これは私たちの義務という意味です。
エリン・フライデーという女性の弁護士がこの会の会長をしてるんですが、実は彼女の娘さん11歳の女の子がね、学校で性教育の授業を受けたんです。1時間だけの授業だったんですが、それコロナ前でした。でコロナが始まったので、学校に行かなくてオンラインで授業を受けるということがどん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 進んでいったんですが、その中でいろんな人たちとネット上で出会うようになり、やがて自分は男じゃないかなというふうに考えるように変わっていったと。でなんでそのことが分かったかと言いますとね、学校から娘にメールが来るんですが、そのメールがね、男の子の名前になってるんです。そして C じゃなくて He になってる。それで自分の娘の身の上に起こってることがこう分かったんですね。である時スクールカウンセラーが彼女の家に来ましたね。お宅の娘さんはもう息子さんですと、本当は息子なんですというふうに言った時にね、もしそれに同意しないんだったら、子供が自分は男だと言ってるのに親がそれを認めない場合は児童虐待になりますので、児童福祉施設に連れて行きますというふうに言うんです。ところが彼女は、弁護士ですからね、そういう時にどういうふうに言い返したらいいのかということを分かってるんですよね。それでなんとか娘を奪われないようにしまして、まあね、今までどんなことを聞いてきたのということで娘さんから聞いたらね、まあ皆さん男の子でもですね、女の子が好むようなことを好む男の子っているじゃないですか。昔テッドっていう番組でね、こんなごっついアメリカンフットボールのねラインバッカーかなんか、もうすごい体の黒人の選手のオフの日の過ごし方は編み物でした。編み物サークルの会長してるんです。で私が引退したら編み物教室開くって言うてました。別にアメリカンフットボールと編み物両立してもいいじゃないですか。編み物が好きなアメリカンフットボールの選手でいいじゃないですか。でも編み物が好きなのはね、実はね女の子だったのと。女の子でも男の子が好きそうなことを好む女の子って言いますよね。女の子で男の子が好きなものを好きな女の子というふうに言うんじゃなくて、いやそれは男だった、そしてあなたのお母さんはそんなこと言ったらびっくりして理解してくれないから、あなたのことを本当に理解してくれる本当の家族のところに行きましょうということで、親が知らない間に別の施設に連れて行くんですよ。そしてそこでまず最初に親の許可なしに思春期ブロッカーという薬をもらいます。この思春期ブロッカーというのはですね、思春期の時に第二次成長で体つき変わりますよね。女の子は丸みを帯びて女の子らしくなり、男の子は筋肉量が増えてムキムキになり、ちなみに筋肉っていうのはドイツ語ではムッキっていうんです。筋肉ムキムキっていうのは実はドイツ語の言い換えだったと、どうでもいい話です、それは。はいはい、そういうふうに変わっていくわけでしょ。でもその第二次成長の時にそういう思春期の変化をブロックする薬で、これやめたらいつでも元に戻れるからと嘘つくんですが、これ飲んだらね、骨密度変わるだけじゃなくて脳に影響を与えします。その影響がね一生続きます。そしてそれでも満足しない場合は、男の子には女性ホルモンを与え、女の子には男性ホルモンを与えて、そして体つきをどんどん変えていきます。それでもまだ納得できないという場合は転換手術します。彼女の娘のこのクラスメートの中でね、同じようにされて自殺した子もいてる。でこういうことを実はですね、このエリンさんという人はね、今から20年前にトランスジェンダーの子供なんて一人もいなかった。だけどこの20年で 5000% 増えてる。でこの 5000% 増えてる20年って一体誰が大統領で
どういう人物が大統領の時にこの考え方が一気に広がっていったかといったらね、民主党です。これはね、家族を崩壊させる。皆さん、今年、今月ね、7月3日から診察なりましたよね。1万円は渋沢栄一、5000円は津田梅子、そして1000円は北里柴三郎ですよね。私もこの間初めて1万円見て、なんか1万のアラビア数字の数字がむちゃくちゃでかいですよね。なんかね、おもちゃ見て、ほんまかというような感じの1万円。このうち5000円の津田梅子さんはクリスチャンです。彼女は5歳の時に日本出てね、そして、まあ、アメリカで教育を受けて、まあ、往復しますけれども、最終的に彼女がこの5000円札の肖像画に選ばれたのは、日本女子教育の先駆者ということで選ばれました。津田英学塾というのが、まあ、後に津田塾大学となりまして、今東京にありますよね。津田塾大学って昔女の東大と言われてね、偏差値74、もう早稲田慶応を蹴って津田塾に行くというようなね。ところがまあダダダダダと最近落ちてきてる。女子大の人気がないですね今。共学にみんな行きたいです。ところでこの津田塾大学でね、来年の募集、トランスジェンダー OK でね、この津田塾大学ってね、キャンパスの中に教会があるんです。で、その教育理念の中にキリスト教教育の原則に基づいた教育、キャンパスの中にチャペルがあって、毎週礼拝があって、そして大学の授業の中に聖書に関係するようなそういう科目もあって、それもちろんどれを選ぶかというのはそれぞれの自由なんですけれども、そしてキリスト教主義教育ということを歌ってるんですけれども、そこがね、いやもうね、自分は女性だと思う人も入学 OK という説明会が6月にやった時に、生徒たちがそんなのっつってね、トイレどうなるんですか、更衣室どうなるんですか、もううわー言われるんですが、まあのらりくらりということで、結局8月にこれで募集かけたんです。つまりね、学生が夏休みで大学に来ない間にどさくさに紛れてやりましょうということでやるんですが、その考慮をちょっと私も見せてもらってですね、驚いたのはね、トランスジェンダーというのは途中で変わることがあると。つまり入学した時に自分は女だと思って入学した後でやっぱり男だと変わった場合、そのまま勉学を続けることができますって書いてあるんですよ。ということは女子大に男が入るということになるんじゃないですか。ちょっとむちゃくちゃじゃない。でね、だから日本でもそういったことがどん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 始まりだしたということなんですが、これを強力に進めたのが民主党政権であるということで、トランプを支持している、いわゆる福音派と言われている人たちはこのことを危惧しています。というのは、これは家族を破壊します。家族が破壊したら国家も潰れます。アメリカを解体する動きが今始まっているではないか。特にバイデン政権の司法長官はこの LGBT のこの過激な教育方針に対して従わない両親は国内テロリストとして指名するというふうに法令出してます。テロリストですよ。自分の言葉守ろうとしたらテロリストになるというね。で、こういうことがですよ、これどん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 進めてきて、特にそれを思いっきり進めてきたこの人物が大統領になった時に、アメリカの将来は一体どうなるだろうか。これを何としても阻止しなければならないということで、だけど今どちらに転ぶか
わからないというのが今の現状だということです。まあね、これはね、アメリカがくしゃみしたら日本が風邪ひくというかね、アメリカで流行していることは10年遅れで日本にも必ず入ってくるので、私たちもこれは心して見ておかなければならないことではないかなというふうに思います。ということで、ちょっとね、アメリカの大統領のことを今まで言わせてもらいました。で、後半部分でですね、ちょっと休憩させていただきましてですね、この聖書予言の解説の方に入りたいと思いますが、一旦ここで前半を終えたいと思います。よろしくお願いします。はい、実は皆様ご存知かと思いますが、ゴルゴ13という劇画がありますよね。ゴルゴ13というのはギネスブックに載っています。実は単一のシリーズで世界で一番長く続いているという、そういう劇画なんですよね。で、元々の作者の斎藤隆夫という方はすでに亡くなっておられます。あの方、堺の出身で家は散髪屋さんでした。実はですね、この日本中の散髪屋に置いてある漫画で一番多いのがゴルゴ13だそうです。で、このゴルゴっていうのはイエス・キリストが十字架につけられた、ゴルゴダの丘のゴルゴ、そして13というのは13日の金曜日ということでね、まあ不吉な日ということで、まああんまりハッピーエンドの劇画ではない。どんな劇画であるかといったら、天才的スナイパーでデューク統合、まあコードネームがゴルゴ13ですよ。この斎藤隆夫が中学時代唯一尊敬していた担任の先生が統合先生だったので、デューク統合になったそうです。実際の国際情勢を舞台にしながら、まあさまざまなこの世界の事件を題材にした、そういう筋立てになっているんですけれども、この最新刊が今年の7月12日に出たんです。それがこれです。第213巻で、このゴルゴ13213巻には3つの話が入ってまして、2番目の話というのが夢の国という話です。これ発刊されたのは7月12日ですが、この夢の国という話のストーリーというのは、イベントに参加しているトランプ大統領が何者かによって銃撃されるんです。ところが九死に一生を受けて彼は立ち上がって何か言うんですが、マイクでは拾えない、口で俺はいいから子供たちを助けてやれと言ってるので、それが全米中に放映されて、それまでトランプ大統領を大嫌いと言ってた人たちが、いざという時のこのトランプのこの行動に、見直した、なかなかすごいやつじゃないか、そしてなんて運がいい人なんだと、運がいいということも指導者の一つの素質だということで、急に人気が上がるという、そういう筋なんですが、その2日後にあったんです、銃撃事件。それでね、実は今までね620以上の話があるんです。で、この話が最初に連載されたのは2017年なんですが、この話をストーリーを書いたのはね、アメリカにいる、おそらくこのジャーナリストの人だと思いますね。でね、トランプ氏につきましては熱烈な支持者がいると同時に、もう熱烈な憎しみを感じている人たちがいます。私もトランプはここいいんじゃないのって言ったら、もうえらい怒られたりすることがよくあるんですね。それでもクリスチャンですかとか言われて、いろいろ言われるんですけど、つまりアメリカのマスコミではトランプに対してはどんな失礼なことも言ってもいいというような報道がずっとなされているので、中に変な人は銃撃しても構わないよねというふうに思う人たちが出てくるだろうと。で、もし銃撃されたらどうなるだろう、銃撃された上で無傷だったらどうなるだろう、立ち直ったらどうなるだろうということで、いろいろ考えている人がいるんですよね。で、そういう人たちがストーリーを
斎藤プロダクションに送って、それに基づいて作品が出来上がってるんですけど、この213巻3つともね、ありそうな話ばっかりなんですよ。で、620の話の中でね、今まで9つかと、この劇画の中のストーリーと売り二つのことが実際に起こってるんです。なので、麻生太郎さんは、国際情勢はゴルゴで学べというふうに言いまして、ゴルゴ13がギネスブックに記録されたときに、彼は祝福に駆けつけてるんですよね。まあ、でも私それ見ながらね、どうしてそういうふうにたまに当たることがあるかといったら、ゴルゴで育った人たちが、今、商社マンとか特派員とか、あるいは世界中のいろんなところに散って、現場でいろんなインサイド情報を見聞きしている。こんなこと起こり得るんじゃないかということで、情報を斎藤プロダクションに送ってるので、いわばインサイダー情報に基づいて書いてるので、時々本当に似たことが起こる。たまに似たことが起こるだけでもね、これ読んでみようかなということで、根強いファンがいるとするならば、もし書かれてあることが全部 100% 実現する本があったとしたら、もう何を置いても読むべきではないかなと思うんですよね。それがバイブルです。で、実は聖書の中にはこれから世界がどのように動いていくのかということが聖書予言という形で書いてあるんです。で、人類の歴史はどこに向かっているのかと言いますと、観覧時代と言われている特殊な時代に向かっている。この観覧時代は全部で7年続きます。この7年間の最初、前半3年半だけで世界人口が半減するというふうに書いてあるんですが、その観覧時代に行く前に大きな印が2つあります。一つはエゼキエル戦争と言われているものです。そしてもう一つは景挙と言われているものです。細かいの入れたらね、観覧時代に至るまでに14の前兆があるんです。14の前兆のうち4つはすでに実現しました。でも見て世界中が驚いてすごいってうなるであろう印としてはね、エゼキエル戦争と景挙です。景挙というのはクリスチャンたちが一瞬にして天に取り上げられていなくなるという景挙です。さて、この今日は終末予言ということについてお話したいと思いますが、そのテキストをまず読みながら、トランプ政権もし返り咲いたらどんなことが起こるのかということをご一緒に考えたいと思います。まずエゼキエルの38章ですね、ご一緒に考えましょう。今から2600年前に書かれた書物です。38章の一節に次のような主の言葉が私にあった。人の声をメシェクとトバルの大主張であるマゴクの地のゴグに顔を向け彼に予言せよ。このマゴクというのがロシアです。マゴクの地のゴグというのは固有名詞で、このマゴクのリーダーのことなんですね。これは人の名前ではなくてタイトルの固有名詞、つまり大統領とか征夷大将軍とか天皇であるとか、まあ、最高の権威を表す言葉ですよね。ヘブライ語的には後ろという意味があるそうです。この後ろという意味を持つゴグの一存で大きな戦争が起こる。この十節見ますとね、神である主はこう言う、その日にはお前の心に様々なことが思い浮かぶ、お前は悪巧みを巡らしてこう言おう、こう言うだろうって書いてあるんですが、ここで言ってるお前というのはゴグのことです。このマゴグと言われているロシアがやがてイスラエルに攻め込むんですが、なぜ攻め込むことになるかと言いますと、このゴグという人物の一存なんです。合議制の国ではない、ほとんど独裁制で、このトップのいわば独裁者のような人物の一存で再建されたイスラエルになだれ込んでエゼキエル戦争が始まるのだということがここで書いてあるんですよね。まあ、このマゴクが、ロシアのことであるということをね、
毎回説明していますけど、ヨセフスのユダヤ古代史という本を見ますと、このマゴクというのはスキタイ人の国であると書いてあるんです。このスキタイ人たちは黒海とカスピ海の北方に広がる国であるというふうに書いてあるんですね。今スキタイ人っていませんよ。でもカスピ海や黒海というのは地形変わってません。この北方に展開しているのは北極点に至るまで全部ロシアですよ。この15節を見ますと、下の段、お前は北の果てのお前の国からとあるように、イスラエルから見て北の果ての国、イスラエルの中心エルサレムから北の方向を北極点目指してまっすぐに行きますと、ちょうどモスクワの上空を横切ります。このモスクワというのは現在のロシアの首都ですよね。このロシアがゴグというリーダーの一存でやがてイスラエルに突入するというふうに書いてあるんです。ところで皆さん、このロシアが、今から2年前にウクライナ第二次戦争ということでバサッと入っていったんですけど、このウクライナ戦争を前もって必ず入りますよというロシアの専門家あんまりいなかったんですね。いろんな事情を知っている、いろんなロシアのことを正確に知っている人であればあるほど、いやこれは脅してやって実際には入りませんよなんてことを言ってたんですが、いや必ず入りますというふうに断言した専門家が2人3人いますね。そのうちの一人にね、筑波大学の名誉教授で中村逸郎という方がいらっしゃいます。あの甲高い声の、あの痩せた感じの可愛らしいなんか方ですよ。この中村さんね、今名誉教授ということで現役教授は退かれてるんですけど、彼はね、実は大学院の時だったか、30歳を前にしてもう一度ロシア留学、モスクワ留学の道が開けたそうです。もう何としても行きたいと思って、彼は行ったんですが、1回目の留学の時の経験を踏まえてモスクワに入る時に、もう持ってるお金ほとんど使い果たすようにして買い溜めたものがある。それは何かと言いますと、ハイネケンのビールとマルボロのタバコだったそうです。そしてモスクワのオクチャベリという地区に行くんですね。このオクチャベリというのはですね、霞が関です。モスクワ市の中で共産党の中央役場がぎっしり集中しているような場所です。その共産党のモスクワの、つまり中央の共産党の中で働いているエリートの官僚たちのところに、ハイネケンとマルボロを山ほど持って毎日のように通い、毎日のように配り歩いたそうです。そのうちに、お前はええやつやというふうに仲良しになり、そしておねだりするままにソ連共産党の秘密文書307.5000ページにわたる資料を貸してくれたそうです。その5000ページにわたる資料をモスクワにある日本の新聞社やテレビ局や通信社やそういったところに持ち込んで、片っ端からコピーを取って、でそのコピーを日本に持ち帰って博士論文で出したら博士になれたそうです。でこの人に、なんでロシアがウクライナに入るというふうに分かったんですかというふうにある方が聞いた。そしたら、今のタイミングでロシアがウクライナに入るということは最も非合理的なことなのでやるだろうと思ったというんです。つまりロシアという国はね、一番しそうにないことをする国、合理的に考えたら間違います。多くの専門家がロシアの動きがわからないのは、ロシアのトップが合理的な知性の持ち主だと思っているからです。あの人たちは違う。今回もね、プーチンがウクライナに戦争を始めたわけですよね。
もう2年以上過ぎてるわけですけれど、でもどう考えてもこれ損にしかならないことですよ。まあ、西側 NATO をこう敵に回すことになってしまったわけですが、この日本とロシアを比較してもですよ、大体ロシアっていうのは日本の人口のまあほとんど一緒です。人口ほぼ同じ、日本の方が少し少ないんですけどね。そして GDP は日本の半分以下です。人口日本とほぼ同じで、経済力は日本の半分以下しかない国が、アメリカや EU と対等だと思ってるんですよね。このアメリカっていうのはですね、人口でいうとロシアの2倍、GDP でいうと12倍です。EU の場合、このアメリカと EU 足しますとですね、人口で6倍、GDP で33倍です。日本の経済力半分以下の国が、人口で6倍、GDP 経済力で33倍の西側世界と対等であるというふうに考えているということは、妄想以外の何者でもない。ロシアっていうのは、ソ連を卒業し損なった国で、早く卒業すべきですが、妄想の塊ですね。まあ陰謀論で惑わされてるんだと思いますけど、でも CIA とかアメリカの秘密結社が何かこの策動してウクライナを西側に引きつける、そんなことしなくてもね、いやどこの国だって幸せになりたいと思ってるんじゃないですか。どこの国だって豊かになりたいと思ってるし、どこの国の国民も選挙の時には幸せにしてくれそうな政治家を選びますよね。アメリカが何かしなくても、ロシアは負け組なんですから、旧東欧圏をはじめとして、いろんな国々が西側の方に行きたい、行きたい、行こうとするというのは、これ当然のことなんですが、しかしプーチンはそのようには考えなかった。対等だというふうに考えているんですが、なぜ対等だと考えたかと言いますと、三つのものを持っているからです。実は、国連安全保障理事会で、常任理事国であるために拒否権持ってますよね。外交では拒否権を持っている国が外交を制します。そしてロシアというのはエネルギー大国なんですが、エネルギーを持っている国は経済を制するのに有利ですよね。そしてロシアは核兵器を持っている、核を持っている国が軍事安全保障を制するということですよね。日本三つとも持ってない。でもロシアは三つとも持ってるわけです。でも足元見て実態見るならば、これはほとんど貧困のような国ですよね。だけど妄想の中で我々は西側と対等なのだという考えがあって、まあ今回暴挙に出たということですが、初めは数日でウクライナを落とすことができると考えたようですが、完全に長期戦です。長期戦になった時にロシア一国で持たないので、ロシアは悪の枢軸ということで仲間を募りましたね。その仲間というのが中国とイランと北朝鮮です。長期戦になるということは我慢比べです。ウクライナの方も西側の援助がなかったら戦い続けることできない。でもロシアの方もすでに武器弾薬がないので北朝鮮に頼んで武器弾薬を送ってもらったんですが、まあ皆さん、キム・ジョンウンがね、ロシアに行った時にプーチン待ってたんですよ、彼の到着を。北朝鮮の弾薬というのは、旧ソ連製の砲弾を使いますから規格同じなんですよね。だからもう欲しいもんだから待ってたんですけど、この間6月に、平壌に行きましたね、プーチンが。あのね、8時から待ってたんです、夜の。キム・ジョンウンが平壌の空港でプーチンまだかなまだかなまだかなって8時から
ずっと持ってた、夜のね。着いたん、夜中の2時です。わざと遅らした。もらうときは、もう早けへんかな、いうことだったんだけど、もらった後で、まあ、6時間も待ちぼうけかましたのはなぜかと言いますと、北朝鮮の砲弾というのがゴミだったんです。まあ、北朝鮮はね、2010年まで、NCC の旋盤技術持ってなかったんで、2010年以前に作った砲弾というのはね、ゴミです。まあ、中にはね、地対ミサイルなんかも、この、渡したみたいですけど、YouTube で出てますよね。ロシア軍がウクライナに向けて北朝鮮製のミサイルを撃ったら U ターンをして自分のところに届いたって、むちゃくちゃや。お前がにせよということで、そういうジャンク品をたくさん買い込んだということで、ショイグ国防大臣がクビになったんです。ショイグは北朝鮮に行った時に喜び組つけてもらって、浮かれて帰ってきたんだけど、ゴミつかまされやがってということでね。それで、キム・ジョンは、今度からちゃんとしたやつ渡しますからということで。でもそれ全然間に合わないんです。そこでどうしたかと言ったら、今兵士を送ってます。兵士に対しましては、給料をロシアは払うんですが、兵士に払うんじゃなくて北朝鮮当局に払っています。つまり、北朝鮮は、武器弾薬がないので兵士の命を撃って外貨を稼いでるということですよね。ですから北朝鮮も武器弾薬の補充には当てにならないということになってきたわけです。となってくるとやっぱり当てになるのはね、イラン、そして中国ということなんですが、トランプ大統領は、いや大統領って前大統領はもし再選を果たしたときにどうするのかということで、今の段階で口にしていることがありますね。私が大統領になったら、ウクライナに対する支援は一銭とも出さないというふうに言ってます。今、ウクライナがロシアに対して戦い続けることができるのは、西側の支援があるからです。言ってみたら、外からの栄養をもらいながら戦っているので、元を断たれてしまったら戦えないわけですよね。一番大きなエネルギー出してるのがアメリカなんですが、それ出さない。なぜ出さないと言ってるかと言いますと、どうもトランプの頭の中では、この悪の枢軸を解体しようと考えているようです。なぜロシアが中国やイランと結びついていくのか。それは、ウクライナ戦争で西側が寄ってたかってウクライナの支援をするので、長期戦乗り切っていくためには、ロシアや中国や北朝鮮と結びつくしかないということですね。じゃあもしウクライナ戦争を終わらせたらどうなるだろうか。もともとロシアは中国と仲は悪いんです。国境だけで6400キロもある。そして人口の浸透圧で自分の領土内に中国人がどんどん入ってくるということを憂慮していますからね。だけど今は背に腹は変えられないので付き合ってるんですが、そのためにまずウクライナの問題、これを解決するというふうに言っています。支援がなくなっていったらウクライナはどうしますか、これ。やられっぱなしですか。いや、やられっぱなしだったらヨーロッパに頼めようという形になるでしょうね。まあ、トランプ大統領ね、もうね、中国一本に絞っていますので、ロシアは興味と思ってません。中国に注力するために絞ってる。そのためにまず引き剥がしにかかっているということです。そしてその次に、イランですね。このイランの問題解決するために、トランプ大統領がやるというふうに今公言していることが一つあります。それ何かと言いますとね、バイデン政権の時は二酸化炭素原理主義といって、地球環境を温暖化に導くような炭酸ガスは悪魔の産業だということで、まあアメリカ国内のシェールガスやシェールオイルの掘削ということを禁じたんです。再開させます。化石燃料の再開発をまたやります。そうなるとどうなるかと言いましたら、
アメリカ国内の産業でエネルギー価格が下がりますから国際競争力が上がります。国際競争力が上がっていったらアメリカが元気になりますよね。と同時に石油産業は悪魔の産業ということで、バイデンが禁じていたもう一つのことがあるんです。海外の油田、ガス田の開発のためにアメリカの資本が投入されることを禁じてきたんです。それで一番頭に来てたのが実はサウジアラビアですよね。ムハンマド・ビン・サルマンという王子がいるんです。もうこの人物が今の実質のナンバーワンです。おやじさんいてるんですけどね、全然表に出てこない、多分寝たきり状態と言われてるんです。このサウジアラビアに油田がたくさん眠ったままなんですけれども、このサウジアラビア油田開発のための対外からの資産というか投資がですね、ピタッと止まってます。それはバイデン大統領が二酸化炭素は地球の害になるということで止めてたんですが、これをトランプ大統領は再開しますね。そしてもう一度アブラハム合意の続きをやります。つまりアラブの国々とイスラエルが次々と和平条約を結びましたね。 UAE とかオマーンとかスーダンとか、今だから UAE とイスラエル、これ直行便でですね、この飛んでるんですけど、直行便で飛ぶということはサウジアラビアの領空を横切るということですよね。サウジアラビアが許可しなかったらこれできないですよ、この飛び方。つまり次はサウジだということですよ。こういうふうにしてイランの中東の中で対イランの包囲網を作るということです。なぜこのテロ、ハマスのテロ戦争があったのかといったら、イランの支援があったからです。まあね、よくね、バイデン政権とトランプ政権の違いを一言で言ったら何なのかと、トランプ政権の時に戦争なかったんです。バイデン政権になって戦争が始まったんです。ウクライナ戦争も、ハマスのテロ戦争も、バイデン政権になって起こったんですよね。しかし、それをもう一度封じ込めるために、イランに対して強力な圧力をトランプ政権はかけていくだろうと思います。そのためにはですね、まあ、このイランというのは結局、代理戦争でイスラエルに戦争を仕掛けてきたんですよね。テロリストグループにテロをするという意思を捨てさせることはできません。しかし、テロをする能力を奪うことはできるんです。テロは意思と能力の二つが揃って初めて実現できることです。テロリストからテロをしないというふうに意思を捨てさせることはできなくても、したくてもできないように干上がらせることはできるだろうと。この干上がらせるために、バイデン政権がやっていた核合意復帰への道筋で、まあ随分たくさんの金をイランに流したんですが、それ全部カットです。再びイランに対する経済制裁が強力に推し進められていくということですね。まあ今日ね、ハマスのトップ5のうち3人がイスラエルに暗殺されましたね。しかもイランで、あと2人ですよ。イスラエルは諦めてない、もう全員やるというふうに言ってます。イスラエルにゴルゴおるんかいと。いますよ。ネリというグループ作ったんです。これ旧約聖書のある言葉の頭文字使ってるんですけどね、これできるの2回目です。1回目はモントリオールオリンピックの時にパレスチナの過激派がイスラエルの選手団がいてるオリンピック村に侵入して11人殺害しましたよね。それで PLO のトップナンバーワンから11番まで暗殺のためにネリというグループ作ったんです。それ今世界中に放ってるというふうに言われてます。これはね、公表してます、イスラエルが。まあ非常にきな臭い話ですが、そして
ロシアを中国から引き離し、イランをロシアから引き離し、そして最後中国に注力するということですけど、中国に対しましては6割の関税をかけるというふうに言っています。中国の企業に6割の関税をかけるのではなくて、中国に進出している日本企業でも中国で作った製品であるならば6割の関税をかけるという意味です。今すでに2400社日本企業が中国に進出している2400社の日本企業が撤退しました。これいよいよそうなるんじゃないですか。つまりね、まだトランプ前大統領が返り咲いたわけじゃないのに、世界の経済人たちはすでにトランプになるだろうということを想定した動きを始めてるんじゃないですか。世論調査よりも大企業の情報収集力の方がちょっと信用できるんじゃないですか。まあこのロシアはやがてイスラエルに入るときに単独で入るのではなくて、いくつかの同盟国を率いてイスラエルに入るというふうに言ってるんですけど、このイスラエルに入るときのタイミングについてはこういうふうに書いてあるんですね。11節、こう言うだろう。私は無防備な国に攻め上ろう。安心して暮らす平穏な者たちのところに侵入しよう。彼らは皆城壁もなく住んでいる。勘抜きも門もないと。というふうにありまして、ロシアがイスラエルに入るタイミングは、イスラエルが安心して住んでいる時です。今安心してますか？イエメンからはミサイルが飛んでくる。ガザ地区からはロケット弾が飛んでくる。レバノンのヒズボラからは、アメアラレと空爆がやってくる。全然安心して住んでませんよね。でもこのエゼキエル書の予言を見るならば、やがてイスラエルが安心して住むような世界の状況になるというんです。もしかしたらイランの支援が途絶えてテロが収まるのか、あるいはイスラエルを目の敵にしているそういう実動部隊の目がことごとく潰されるのか、具体的には分かりませんが、でも今世界で起こっていることを見ると、目の敵にしてきたそのイスラム原理主義のグループが一つ一つ潰され出しているということなんですよね。いくつかのことを見ると非常にこの終末時代、このエゼキエル書に書かれてあることが部分的に実現しつつあるような時代の中に私たちは生かされているように思います。さてここで聖書予言というものが書かれた目的について少しお話したいと思います。実は一般的に予言と言いますと、どんな字を書くかと言いますと、予定の世に言葉と書いて予言ですよね。予定の世っていうのはあらかじめです。つまり未来に起こることをあらかじめ言った言葉。誰が言うかといったら予言者が特殊な能力で言うんでしょう。世の中にはいろんな予言が出てきますよ。でも聖書が語っている予言というのは予定の世ではなくて預ける言葉で予言です。この預けるというのは言葉を預けるということなんですが、誰が誰にその言葉を預けるかと言いますと、創造主なる神が預言者に言葉を預けるということです。上の方の預言者というのは自分の特殊能力によって、まあ大抵デタラメですけどそういったことを言うわけですが、聖書の預言者、預言書というのは神の言葉を預けられた者がその通りに告示する、伝達する、取り継ぐということですよね。ではこの預言の中には
未来のことも当然入ってくるんですが、この未来のことをなぜ前もって予言しているのかということなんですね。まあ特に今の私たちにとってみるならば、終末予言というのが未来のことです。ところで、この終わりの時とか終末、聖書の中で終わりという言葉、終わりの時という言葉が一番最初に出てくるのは創世記の6章なんですね。ちょっと裏側のページ見てくださいますか。裏のページの一番最初に創世記の6章というのが出てきますよね。この創世記の6章、神はノアに仰せられた、すべての肉なるものの終わりが私の前に来ようとしている。地は彼らの上に暴虐で満ちているからだ。見よ、私は彼らを地と共に滅ぼし去る。ここで終わりという言葉が出てきますが、これはヘブライ語ではケーツという言葉です。旧約聖書全体の中で一番最初に出てくる、すべての生命体の終わり、人類は一度滅びることになる、終わりが来ますということをここで語っているのですが、これはその終わりが来る前にそこから逃れるための準備をさせるために語っている。いわばこの6章の13節っていうのは最初の終末予言ということもできるんです。やがてこの地球上に全ての陸地が海の下に沈む時がやってくる。大洪水がやってくる。大雨が降る。地下水も溢れて出てくる。それによって地球の地形が完全に変わってしまって、全ての陸地が海の下にすっぽりと覆われてしまう時が来るが、そこから逃れるためにノアよ、お前は箱舟を作れというわけです。実は私は昨年の11月にこのノアの箱舟実物大再現の博物館に行ってきました。アメリカのケンタッキー州というところにあったんですね。まあ空港着いてびっくりしました。ケンタッキーフライドチキンがあったんですね。本場中の本場やとか言いながらですね、まあどこでも食べれるしそこには行かなかったんですが、この実物大、いやーすごい大きな大きな、バイブルに基づいて作られたノアの箱舟のその博物館であったわけですけれども、3階建てです。まあこの長方形の形してるんですけど、創世記見ますと長さ300キュビト、幅50キュビト、高さ30キュビトというふうに言ってます。このキュビトというのは肘から中指の先端までが1キュビトです。日本の昔の大工さんも一尺とか一寸とか、あれ全部体のサイズに合わせた寸法です。この300対50対30、すなわち30対第5対3の日で箱舟を作れというふうに言ったんですが、実はですね、この日というのはこれで作りますと最も安定した船の日になるというふうに言われてますね。つまり90度まで傾いても元に復元できるというタンカーの黄金比です。これを最初に見つけたのが IHI という会社です。石川島播磨重工業、ここの新藤渉さんという方が社長命令で90度まで傾いても転覆しないタンカーの火を見つけ出せということで、研究に研究を重ねた結果30対5対3にするということなんですが、ノアの箱舟は全くこの火ですよ。この箱舟の中に8人の人たちだけが入ったんですが、8人よりもはるかに多くの人たちが入るスペースがありました。しかしやがて終わりが来るんだということを間に受けたというか、本当に信じたのはノアの家族たち8人だけだったんです。ノアには3人息子がおったんです。セム、ハム、ヤペテ、それにノア、それぞれに奥さんが出るから 4×2 で8。ところでこの船という文字というのは大きい船の場合8つの口って書くじゃないですか。この口には3つの意味がありまして、1つ目はマウスです。これ2つ目は言葉という意味があります。悪口、悪い言葉のことです。陰口、
影で言う悪い言葉です。口には言葉という意味もあります。しかし3番目、口というのは人を数える時の単位です。例えば人口というのは一口と書きますが、人の数という意味ですよね。つまりこの大きな船には8人の人が乗ったということになるんですが、この象形文字といいますか、この文字を作った中国人はどうも太古の昔の話が伝わっていたようです。とにかくこの終わりの時に大洪水という大いなる困難から逃れるためには箱舟に入りなさいということを語ったんですね。これは終末の恐るべき裁きから逃れるためには箱舟に入りなさいという、そういう救済を伝えて、その救済を受け入れさせるための終末予言です。単に興味本位に、うわ当たってるわ不思議だということではなくて、聞いた者がこれからやってくる恐るべきことから逃れるため、救われるためのメッセージだというのです。さてイエス・キリストはこのノアの洪水のことをあるところでこう語っています。ルカの福音書の17章、ちょうどノアの日に起こったのと同じことが人の子の日にも起こります。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていましたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。洪水が来るまで人々は全く準備しなかった。誰も箱舟に乗ろうとしなかった。その日がやってきたらみんな手遅れだったというふうに書いてあるんですね。この大洪水から逃れるためには箱舟に乗ることが必要であるように、やがて大洪水に匹敵するような全地球的な規模で大変な災害が襲ってくる。それが困難時代です。この困難時代から逃れるためにはイエス・キリストを信じて軽挙されることが必要なのだと聖書は書いてるんですよね。この軽挙ってね、これは漢字で書くと携帯電話の軽に選挙の挙で軽挙です。軽というのは携えるということで、手に持って移動することを軽と言います。挙というのは上げる、下のものを上に移動させることを上げるっていうんです。ではキリストが手に携えて下にあるものたちを上に上げるっていうのは一体何なのかと言いますとね、実はこの患難時代の前にキリストはまた再びやってきて、本当にキリストを信じている者たちを空中まで引き上げるというふうに言うんですよね。これ軽挙って言うんです。私はあるところでねこの話をしまして、でまあお話が終わった後でね、みんなで食後に中華食べるんですが、そこでね円卓で軽挙について話わーっと盛り上がってたらね、あの隣の円卓にねお坊さんがいてたんです。でそのお坊さんが興味深そうに見ながらね、あのクリスチャンの人たちも仏教典読むんですかって言うんでね、え別に読みませんけど、いやでも今法華経って言ってたって言うんですよ。いや法華経じゃない、経教似てるけどちゃう、経教と法華経は違う、全然ちゃう、何ですかって説明したら、それはね突然起こります。このルカの福音書の17章30節に、人の子が現れる日にも同じことが起こります。突然その日がやってくるんです。人の子が現れる日にも同じことが起こります。そして34節、あなた方に言いますが、その日その夜同じ寝床で人が二人寝ていると、一人は取られもう一人は残されます。
同じところで鬱を引いている女が二人いると、一人は取られ、もう一人は残されます。敬虚の時には一人は天に上げられ、一人は残り。まあ、この34節見るとね、夜の話ですよね。夜中寝てると一人は取られ、一人は地上に残ってる。ところが35節を見ますと、鬱を引いてる。これは日中の労働です。34節は夜中に起こる現象です。寝てますから。35節は日中ですよ。つまり、景気が起こった瞬間、ある地域では夜ですが、ある地域では昼です。一瞬にして取り上げられるものと残されるものが出てくるというんですよね。37節、弟子たちが主よ、それはどこで起こるんですか？というと、イエスは彼らに言われた。死体のあるところ、そこにはハゲタカが集まります。これどこで起こるんですか？と来たときに、イエスは答えなかったんです。答える代わりにね、死体のあるところ、そこにはハゲタカが集まるというふうに言いまして、悪しき者には裁きが必ずやってくる。死体のところに、死体めがけてハゲタカが集まってくるように、裁きはこの地上に下りますよ。その前まで、まあ先ほど暴虐があったと言いましたが、もうこれから世界がますます乱れに乱れていくような時代になっていくと思います。ではどうしたらよいのかということですが、先ほど申し上げましたように、終末予言が語られている目的というのは準備させるということなんです。今までこの天満橋クラブでも随分国際情勢についてお話ししたんですが、いや不思議ななあで、終わるとすごく私自身としては残念な思いがいたします。聖書は 100% 必ず実現する神の言葉です。この神の言葉は私たちに準備させるために与えられているものなんですね。ということでぜひ皆さん、より突っ込んで、このイエスという箱舟の中にね、入っていただきますことを心からお勧めしたいと思います。昔あのイエスの箱舟というのはおかしなのがあったんですけど、それと全然関係ないんでね、関連付けないように一つよろしくお願いしたいと思います。皆様の上に特別な祝福があることを願っております。今日は最後までご清聴ありがとうございました。